こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、投資についてお話ししようかと思うんですが、まあ投資といってもね、私の個人的な投資の成績とかではありません、全体的に投資っていうのはどういうふうに考えればいいかってことと、あとはね、やっぱ人生そのものが投資であるってことをね、緩やかにちょっとお話ししていければいいかなと思ってます。まあ人生を、まあ、80年とね、ざっくり捉えた時っていうのは、前半でやったことが後半で活かせるかどうか、前半でやったことが後半に活かせずに、その日その日を生産しながら消費していくか、この2つに大きく分かれるんじゃないかなと思うんですよ。で、もうちょっと具体的に言うとですね、人生の、例えばね、30代とか40代で一生分の財を稼いでしまった場合っていうのは、後半はその財を使いながら自分のライフスタイルをより楽しく豊かに自由に過ごすことができると思うんですね。でも財の構築に人生の前半でうまくいかなかった場合っていうのは、70代で使うべきお金を70代で稼ぎ、80代で稼ぐべきお金を使うべきお金を80代で稼ぎというふうな、自転車操業に似たような形になっちゃうんですよね。まあそうするとなかなか自由っていうのがやってこなかったり、窮屈な思いをしたりね、不安を抱えたりするんですよ。でも私48ですけども、今私の銀行口座に10億円あったとしたらね、少なくとも金銭的な不安はないまま、残りの人生をどういうふうにね、消費していこうかなっていうことだけを考えればいいかなと。そして残った財産をどのように相続していこうかなっていうふうに、先の先の先を考えることができるんですよね。これも一つの投資の効果だと言えます。じゃあもうちょっと細かく掘り込んでいきましょう。もうすぐ50になる私ですけども、50になるといろんなところがね、痛んできたり、無理が効かなくなったり、腰が痛くなったりね、こう生活に影響が訪れることがあります。でもこれはどうやって投資になぞらえばいいかというと、私は10代の頃にね、むちゃくちゃ体力を鍛えていたんですよ。体を鍛えていたんですよ。それがね、意識したわけじゃないんですけども、その頃は今となっては何よりもの投資になったかなと。頑丈な体になり、回復が早くて、そして怪我がしにくい、まあ、そういった体ですから、いろんなね、体を動かすアクションにも物怖じしないですよね。で、未だに結構体力的には自信があり、この年になってね、カンフー始めたりとかしてるわけですよ。なかなか私の体はよく私を支えてくれてるなと思いますよね。もちろんこれがね、70代、80代になっても同じ状態でやれるかって言ったらちょっと難しいと思いますんで、今のうちからさらにね、体を整えて、もう強い50代、強い60代、頼もしい70代、もうスーパーおじいちゃん80代、亀仙人かお前はみたいにね、なっていこうかと思います。それも今のうちに仕掛けておけば、80代で投資の利回りが取れるっていう発想なんですよ。で、ここからね、金融庁の話にね、ちょっと移していきますけども、そうですね、将来どのような仕事に就くのか、これはね、どのぐらいの収入があるのかに関わってくるというふうに金融庁では分析してますね。まあ細かい話はちょっとここでは覗きますけどもね、いくつか箇条書きでお話していきます。結婚式はするのか、するのであれば費用はどのぐらいかかるのか、これも計算してましたね。子供は作るのか、作るのであれば出産や子育て、教育にいくらぐらいの費用がかかるのか。現在私の教育費は1歳の子供に対して年間でね、100万ちょっとなんですよ。大学に行くぐらいのお金かかってるんですよね。じゃあ20年で2000万は最低かかるよねってことですよね。まあ他にも付随してかかるものがありますから、だいたい20歳になるまでに5000万ぐらいは確保してるかなってことですよね。5000万一人の子供にかけるということは、まあ1億円ぐらいの売り上げが必要かなっていうところになってきますんで、じゃあ余計に1億円稼がないとなっていう発想になるんですよね。で、子供を作るってことに関しましても年齢制限がありますからね、男性にも女性にも。奇跡を望んで40代でも50代でも子供が作れるやっていうふうにね、思っちゃうと危険なんですよ。やっぱりこの出産の可能性っていうのは年を追うごとにどんどん失われていきますんで、やっぱり早めに肩をつけないといけないかなと思ったら、早めに恋愛を成功させていかないといけないかなってことになります。そして自分が家庭を持ちたい、子供を持ちたいっていうのは、いつそう思うか全くわからないんですよね。私も長い間独身主義でした。39歳まで独身主義だったんですよ。お付き合いする女の子も自由で、別れるのも後腐れがないし、何人と同時に付き合おうとも
お金と時間さえ許せばやっていけるわけなんですよ。で、女性と男性の揉め事も結婚してなければほとんどね、もう無法状態ですよね。まあそんなひどいことはしなかったんですけども、楽しく恋愛をさせていただいて、出費もね、多いようで少ないんですよ。女の子と付き合う時って、その時しかお金かかんないですから。ね、5万、10万とかかったとしても、その時だけなんですよ。でも結婚すると、もう生涯かかるわけですからね、コスト的にはものすごい負担です。まあ、ですんで、そういう意味でも結婚は考えてなかったんですけども、40になっていきなりね、家庭を持って結婚しようと思ったんで、さあそれからね、金銭的にも体力的にも取り戻すのがすごいね、大変でしたね。これ奇跡でも起きないと、なかなか40過ぎて、いや35過ぎてきついんじゃないかなと思ってますね。はい、話は金融庁のホームページに戻りますね。住宅は持ち家に住むのか、賃貸にするのか、購入費用、賃料はどのぐらいかかるのか、これも考えておかなければ、気づいた時には手遅れってことになってます。投資と非常によく似てるんですよね。で、私の場合はね、ずーっと賃貸派でした。だから、住宅におけるレバレッジはかけてなかったんですよ。でも、いきなり、一戸建てが欲しくなったんですよ。それこそ、一夜にしてです。その時に、たまたま、アフィリエイトで稼いだお金があったんで、払えたんですよね、一発で。そう考えておくと、人生の前半でお金を稼ぐスキルをコツコツと構築しておけば、後半は必要な時にいつでも一瞬でお金が生み出せるってことになるんじゃないかなと思います。この前半でお金を稼ぐスキルを構築するっていうのは、学校の義務教育をきちんと受けることも大事なんですよ。なぜなら、暗算が得意だと人よりも早く計算の結果を出すことができます。で、知識が豊富だと、人よりも早く自分の脳内で検索して失敗例をヘッジすることができるんですよ。確かにね、暗記しなくても調べればいいじゃんっていうふうに思う方いますけども、検索速度よりも自分の頭の中からの記憶の引っ張り出しの方が、まあ、早いですからね。コンマ数秒ですから。スマホ出してタップする必要もないですからね。だからやっぱりね、どれだけ暗記してるかっていう投資を人生の前半でしてることって強力なスピードになってきますね。行動が早い人っていうのは多分頭の中でもう導き出してるんですよね、きっとね。まあそれがだから社会に出て頭がいいってことにつながると思います。もう暗記の鬼みたいなね、暗記がどんどん得意になってくるような感覚です。で、転職はするのか、するのであれば収入はどのぐらい変わるのか。通常転職すると条件が厳しくなると言いますけども、転職の概念って通常もっといいところに行くために今の会社を辞めるってことですからね。今の収入源が割に合わないから新しい収入源に行くときには、やっぱ投資しとかないといけないですよ。転職先のことをしっかりと学んで、転職先に行った際にどのぐらいのパフォーマンスが出せるかってことをきちんとね、今の職業にいる間に積み上げておいて、コネクションも作っておいて、今の会社辞めたらお宅はどのぐらいの待遇で私を買ってくれますかってことが完了しての転職が転職だと思うんですよ。適当に辞めてハローワーク行くとかね、ああどの仕事探そうかなっていうふうに辞めた後で考えるのは、全く投資効率が悪いとしか言いようがないかなと思います。で、老後ですよね。老後は一体どういった生活がしたいのかとなると、老後の資金はどのぐらい必要なのかってことになってきます。まあ、私は40代から老後資金の構築を始めてるんですけども、どういうふうな形になるかっていうと、60歳を過ぎたら使うべきお金っていうのがこっちにストックしてあって、70過ぎたら使うべきお金がこっちにストックしてあって、80過ぎたら使うお金がこっちにストックしてあってって感じですよね。で、自分の子供が20歳になったらこれを使えっていう風な口座もあったりとかっていう風に分散してるわけなんですよね。で、仮にそれがそれぞれ使えなくなっても、今またね、新たに作ればいいかなっていう感覚なんですよね。さあ、投資っていうのはやっぱりね、今まで何をしてきたかによって将来取り出せるものが変わるっていうレバレッジのことだと思うんですよ。ですんで、FX のテクニックとかっていうのはね、その一番小さな、部品にしか過ぎないのかなと。パーツにしかね。FX でね、年間1000万勝つなんて本当大変ですよ。私も FX 得意になりましたけども、5年かけてやっと1000万稼げるかな、どうかなってことです。まあ私を標準にするとね、難しいと言えるかもしれませんけども、センスのいい人はもっともっと早く稼げるかもしれないです。ただ基本的には資金が必要になってきますね。大きく稼ごうと思うと。じゃあその資金はどうやって稼ぐのってことになると、投資の資金を投資で稼ぐみたいな、プロ中のプロみたいなことはね、アマチュアは考えない方がよくって、やっぱり投資の資金を
ビジネスで稼ぐってことになると思うんですよ。そしてビジネスが何よりもの投資の第一歩になってきます。考えてみたら、私の10万円で作った会社は今となってはね、何億円も生み出してくれてるんですよ。これが投資効率だと言わずして何かなっていうところなんで、何者でもない自分にいろんなものを詰め込んでいって、そして詰め込んだ以上に取り出せるように自分を再開発していくことの繰り返し、これが投資なんじゃないかなと思いましてね、今回の動画分かりにくかったと思うんですけども、お話ししてみました。ちなみにね、参考にした金融庁のページなんですけども、投資の基本、人生設計としてのライフプランから抜粋してみました。皆さんも一緒ね、目を通してみてください。それでは行ってらっしゃい。